はい、ではですね、SV255 を、今日はアンプにちょっとつないでですね、音を確かめて、音色をですね、ちょっと確かめていきたいなと思っておりますけれども、まず接続の方法をまず紹介しましょう。こちらにあるね、SV の方の、この楽器の顎当ての下ですね、に、まずステレオミニケーブルを挿します。で、その後です。その後、この、アウトの方をですね、こちらの、先ほど言ってましたコントロールボックスの楽器の方に挿しますね。はい、そうすると今赤いランプが灯りました。で、これをですね、この後今度こっちですね、アウトプットの、こちらシールド、ギターシールドを挿して、あとはアンプに、そのケーブルを挿すと、コントロールボックスの設定ですが、コントロールボックスの設定はですね、このマイクの音をですね、ある程度出すために若干ボリュームは上がり目というか3時ぐらいになってますけれども、その他は、イクライジングは、全く 50% というかね、フラットな状態で、音を出していきたいと思います。今日使うヤマハの THR のアンプの状態も完全にフラットな状態になっております。アンプのシミュレーターとかも入っているんですけれども、シミュレートもフラットな、いわゆる、出音そのものを出すような状態にしてありますので、これがその、楽器自体の最大限の、その努力をした状態の音色ではないということ、あくまで、フラットな状態で2つを弾き比べるという、テーマなので、そちらの方をご理解いただければと思います。各々で SV とYEV で、音量も、上げ下げしておりませんので、そこも合わせてご覧いただければと思います。ではですね、続いて YEV の方、接続の仕方をまずご紹介したいと思いますけれども、極めてシンプルです。裏側のこちらですね、ここがいわゆるギターシールドのジャックがありますので、こちらを挿します。で、あとはそのまま、アンプの方にケーブルを挿せば完了でございます。では、まずはですね、こちらのボリュームですね、ボリュームの、コントロール使わないまっさらな状態で音を出してみたいと思います。今度はですね、ボリュームを使った状態、ボリュームを押して、100% の状態で音量、コントロールの中で 100% で演奏したいと思います。
はい、今日はですね SV255 と YV105、紹介をしてきました。最近やはり質問とかでもね、どういう違いがあるのかとか、どちらがいいと思いますかっていうような質問をいただくんですけれども、あえて、もちろん答えるとすれば、やはり自宅で練習するのであれば、やっぱり、いい音響音質でそのまま作れて、ある程度の、音色で自分が楽しめるものとしては、ヘッドホンで練習をするのであれば SV がやはりいいかなと思いますね。それに対してやはりステージパフォーマンスとかで使うのであれば、基本的な音量の大きさや、その後も含めてなんですけれども、エフェクターとかね通すことを考えると、 YEV105 の方、こちらの、音の何て言うんですかね、抜け方とかっていうのは、エレキバイオリンならではというかね、いいパワーを持った楽器なので、ステージには YEV が向いてるかなと思いますね。はい、ということで、皆さんそれぞれですね、用途、どういうところで演奏するかとか、練習にするかとかっていうことを含めてですね、参考にしていただければと思います。